こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロ U が似合う人と似合わない人の違いとはというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。昨日はですね、ユニクロ U の春夏の新作の発売日で僕も動画を出しましたし、きっとですね、たくさんのファッション系 YouTuber の方が同じような動画を上げていたかなと思うんですね。ですので結構ですね、いろんなチャンネルを見ている方は混乱したと思うんですね。あまりに情報量が多すぎて、しかも人によって言ってることも違かったですので、じゃあどれを買えばいいのだろうと悩んでいる方も多いかなと思いますし、そもそも自分にユニクロ U が合うのかどうか、ここに悩んでいる方も多いかなと思うので、今回はですね、なるべく分かりやすく、こんな人にはユニクロ U が向いていて、このような人にはあまり向いてないというところを図を使いながら皆さんにしっかりと解説をしていきたいなというふうに思っています。最近はですね、ホワイトボードを使いながら解説をしていたんですが、今回からですね、ちょっと新しい試みで iPad で書いた僕の手書きメモをですね、こちらの方に出しながら皆さんに解説ができればなと思っています。ですがちょっと僕ずれますね。はい、ということで早速見ていきたいなと思うんですが、まず最初のメモなんですが、そもそもユニクロ U というのはどのような立ち位置なのかというのをですね、整理をして理解することが大事かなと思ってるんですね。これは定番のユニクロとですね、対比をしながら見るのが一番分かりやすいかなと思うんですが、こちらの表を見ていただくと横軸縦軸ありまして、まず横軸から見てみると、これは定番的なのか、もしくはトレンド的なのかという軸になってますね。僕のこちらのチャンネルでは基本的に定番的なアイテムですとかコーディネートをお伝えすることが多いので、この表で言うと左側の方が割とですね、馴染み深いかなと思っています。そして縦軸を見ていただきたいんですが、これがですね、年代を表しているんですね。上に行けば行くほど年齢を重ねた大人の男性になっていまして、下に行けば行くほどですね、若い世代という形になるんですが、まず見ていただきたいのは青で書かれた部分のユニクロですね。通常のユニクロの商品というのは定番的なのかトレンド的なのかといったら、圧倒的に定番的なんですね。ユニクロのライフウェアという言葉がある通り、基本的には日常に寄り添ったような定番的なお洋服がユニクロは圧倒的に強いんですね。このあたりは他のファストファッションブランドとは大きく違う点で、H&M だとか、あとは ZARA だとか、このあたりはどちらかというとトレンドによったものが多いんですが、ユニクロは定番を軸足としているんですね。そして年齢層なんですが、ユニクロに関しては結構広いんですよ。若い方から年配の方まで幅広く着られるのがユニクロという立ち位置なので、この青の点線のラインというのがユニクロが得意としているラインなのかなと思っています。で、以前のユニクロであれば本当に土定番的なものが多かったんですが、最近はユニクロの定番アイテムの中にも程よくトレンド感を交えることが増えてきたんですね。例えばベーシックなチェスターコートであっても、その時々のトレンド感を取り入れながらフィット感だとか丈の長さだとか、そういったところを微調整したりするので、割とですね、定番的なアイテムも多いんですが、トレンド感っていうのも取り込むのがですね、上手なのがユニクロかなというふうに思っています。一方で今回テーマとして挙げているユニクロ U なんですが、こちらはユニクロと全く個性の異なるブランドと思った方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。緑の範囲がユニクロ U がですね、得意としているところかなと思っていまして、まずはですね、定番かトレンドかといったら、圧倒的にトレンド寄りかなと思っています。ただものすごいトレンド感が強いというよりは、ユニクロが作っているというところでそこまでトレンドに寄りすぎていないというのが、ちょうどいいバランスなのかなと思っています。そして年代でいうと、やはりメインとなってくるのは20代30代、ある程度トレンドというものに敏感であって、そういったものが似合いやすいような世代に向けて僕はユニクロ U は展開されているのかなと思っています。もちろんこの丸に囲ってある部分だけではなくて、点線で40代ですとか10代の下の方までですね、囲うこともできるんですが、おおよそメインとしているのはこのあたりなのかなというふうに思っています。まずはこのですね、ユニクロ U の立ち位置を理解した上で、似合う人と似合わない人を改めて考えていきたいなと思っているんですが、じゃあ具体的にどんな項目で似合うか似合わないかを振り分けていけばいいのかというと、僕の中では3点ですね、項目があるかなと思ってまして、まず1つ目、これは先ほどもお伝えしましたが、年代ですね。10代後半からやはり20代がですね、メインですね。そして30代前半ぐらいまではユニクロ U 着こなせる方がすごく多いかなと思っています。もちろん30代後半とか40代以降の方でも似合う方はいるんですが、これは他の項目の部分と合わせながら考えると分かりやすいかなと思っています。あと体型なんですが、これはですね、一応どんな体型の方でも似合うのは似合うんですよ。ここはセンス次第で似合わせることができたりするんですが、
特に似合いやすいなと思うのは痩せ型の高身長の男性ですね。これは僕自身も昨日実際に試着をしまして、僕の隣の試着室で実際に着ていた方がまさにこのような痩せ型高身長の20代ぐらいの男性だったんですね。まさにこういった方がユニクロ U ドンズバで似合うかなと思います。それはなぜかというと、ユニクロ U のお洋服というのは基本的に通常のユニクロと比べるとワイドフィットのものが多くなってくるんですね。つまりはゆったりめのサイズ感になってくるので、そうするとあまり身長が高くなかったりだとかスタイルが良くない人が着てしまうと、よりスタイルが悪く見えてしまうんですね。これは僕自身もそうなんですよ。一方で高身長痩せ型の方であればワイドフィットのものを着てもそこまで体型が大きく崩れないので、こういった方の方が間違いなく似合いやすいというのは僕は確信として持っている点なんですね。ただスタイルに自信がない方でももちろん着ることはできるので、この体型というのはドンズバで似合うのが痩せ型高身長というところ、そこは理解してもらうといいのかなと思っています。そして3点目が結構重要で、おしゃれの習得度、これ次第で似合うか似合わないかが明らかに変わってくるんですね。おしゃれというのもある程度段階があると思ってまして、全くおしゃれに興味がないような無頓着という段階があって、その上にはですねちょっと興味があっていろんなものを知り始めて試行錯誤しているような初級者という段階があって、その上はですね中級者ですね。より自分らしさだとか、あとはトレンド感を交えながらファッションを楽しむという領域があって、そして一番上にはもう本当にですねセンスが良くてなおかつ経験値があるような人たち、そういったポジションがあるんですね。でこのユニクロ U が似合うのはですね、おしゃれ中級者以上かなと思っているんですね。というのもこのユニクロ U というのはある程度トレンド感があってサイズ感もゆったりめなので、それなりにファッション経験がないとうまく使いこなすことができないんですね。通常のユニクロのアイテムであれば割とプレーンなデザインのものが多かったりするので、これは多くの男性に似合いやすいので年代もあまり問わないですし、ましてや国籍なんかも問わずにいろんな方に着ていただきやすいかなと思うんですが、ユニクロ U になってくるとやはりデザイン的にも少しエッジの効いたものが出てくるので、そうなると似合う人と似合わない人が明らかに分かれてくるんですね。それを使いこなすだけのファッション感度がないと、ただただちょっと変わった服を着てる人になってしまうんですね。いわゆる服に着られてる状態になってしまうので、ここは注意が必要かなと思っています。僕のチャンネルでは先ほどもちょっと触れた通り、おしゃれ初級者の方にですね次のステップに進んでもらえるようにベーシックで基本的な内容をお伝えしているんですが、ここに該当するような方は正直あまりユニクロ U って頑張って買う必要はないかなと思うんですね。買ったとしても全身の中に1点交える程度で全然構わないかなと思っているので、あくまで似合うのはおしゃれ中級者以上だということをぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。でこの3番目の項目が一番大事で、ある程度中級者以上の方でユニクロのアイテムをうまく使いこなせるような状態であれば、あまりスタイルが良くなくてもですね着こなせてしまいますし、一方で40代以上の方とか50代以上の方でもおしゃれ中級者以上の方であればユニクロ U って間違いなく似合うんですね。ですので3番目の項目が僕は一番大切なのかなと思っています。ですので昨日ですとか今日ですとかこれから数日間ファッション系の YouTube チャンネルではユニクロ U の情報めちゃくちゃたくさん出てくるかなと思うので、それに惑わされて自分も絶対買わなくちゃいけないのかなと迷う方も多いかなと思うんですが、あくまでこのユニクロ U というのは中級者以上向けのものであって、ユニクロのスタンダードなお洋服じゃ満足できないという方を対象にしているというところ、ここはですね覚えておくと分かりやすいかなと思っています。僕自身ですね通常のユニクロのアイテム好きなんですが、ちょっとベーシックすぎてもう少し癖があった方がいいんだよなと感じる方なんですね。そういう人間にはユニクロ U めちゃくちゃ向いています。そしてこれまでにいろんなファッションを経験してきていて、トレンド感というものを取り入れるのが好きな方であれば間違いなくユニクロ U は向いているので、ぜひそういった方はトライをしていただきたいなと思っています。そしてもう一つ覚えておいていただきたい項目として、ユニクロ U にも様々な商品がありますよね。中にはですね全商品をレビューしている YouTuber さんもいるかなと思うので、その動画を見ていただくと分かりやすいかなと思うんですが、アイテムごとにですね難易度って変わってくるんですね。ちょっと具体的なところでお伝えしたいなと思っているんですが、まずはユニクロ U の中でも比較的おしゃれ初級者の方から中級者未満の方でも使いやすいものをお伝えしたいなと思うんですが、ステンカラーコート、これはですね割と使い勝手がいいかなと思ってるんですね。通常のユニクロでもステンカラーコート展開があるんですが、そういったものと比べても割とですねデザイン的には大きく違うというよりはベーシックというところをですね軸足としているので、ステンカラーコートなんかはすごく使いやすいかなと思っています。
あとはニット系のポロシャツですね。こういったものもデザイン的にはプレーンなので意外と使いやすいかなと思いますし、あとは T シャツですね。エアリズム T シャツに関してはサイズ感結構たっぷりめなのでちょっとトレンド感強いかなと思うんですが、それ以外のユニクロの T シャツに関してはそこまで大きくはないので割と使い勝手がいいかなと思っています。あとは半袖のニット T シャツなんかも割とですねベーシックで使いやすいかなと思うので、このあたりはユニクロ U の中でも難易度はそんなに高くないので、おしゃれ初級者の方でもまだトライしやすいかなと思っています。こういったものを全身の中に 1,2 点取り入れるだけでもだいぶ雰囲気が変わるので、ぜひトライをしていただきたいなと思うんですね。一方でトレンド感が強くてやや上級者向けのアイテムかなと思うのがトレンチコートのナチュラルですね。これは結構いろんなファッション系 YouTuber の方がおすすめとして挙げてるかなと思うんですが、ある程度中級者以上のスキルがありつつも年代が若い方が似合うのがこういったナチュラルの明るい色かなと思っています。あとはオーバーサイズのブルゾンですね。これ僕はブラックを購入しましたが、やはりパープルが注目されていたんですけども、これもですね着こなすのがなかなか難しい。ある程度中級者以上であって年代が若くて、まあ、体型はそこまで問わないかなと思うんですが、一定の基準を満たさないとなかなか難しいかなと思います。あとはワイドパンツ系ですね。結構通常のユニクロに比べるとワイドフィットのものが多かったりするんですが、こういったものもやはりですね年代によって似合う似合わないっていうのが大きく分かれるところで、特に僕らのように30代後半から40代以上の方だとタイトフィットに長年見慣れているので、あまりに太めのパンツというのはだらしなく見えてしまったりだとか、周囲の人にあまり理解されないということが起きてしまうのでなかなか難しいんですよね。ですので年代的にはワイドパンツというのは10代から20代ぐらいの方、なおかつ体型もあまりよく見えないので痩せ型高身長の方であればハマりがいいかなというふうに思っています。こんな形でユニクロ U にもたくさんアイテムがあるんですが、アイテムによって難易度が変わってくるので、比較的ベーシックで使いやすいものに関してはですね、僕ら世代の方だとかこのチャンネルを見ていただいている方にもおすすめできるかなと思いますし、一方で僕のチャンネル以外に例えば MB さんだとかゲンジさんだとかまとめさんだとか、まあ、様々なトップ YouTuber の方いらっしゃいますよね。そういったところをですね普段見ている方はですね、少しエッジの効いたユニクロ U のアイテムを買い揃えていただくと、普段のですねマンネリ化したファッションというのがですね大きく変わるきっかけになるかなと思いますし、こういったちょっとこうトレンド感の強いアイテムっていうのは通常であれば値段が高いことが多いんですね。今回のユニクロ U のデザインを担当しているクリストフ・ルメールさんのブランドルメールというものがありますが、ここでお洋服を買うとかなり価格帯が高くて、なかなかですね気軽には買えるような価格帯ではないんですね。そういったものを割とリーズナブルな価格帯で買えるユニクロ U というのは非常にありがたい企画かなと思うので、僕自身もすごく嬉しいですし、多くの中級者以上の方にはですねとてもありがたいラインなのかなというふうに思っています。まあ、このようにですねユニクロ U は似合う人と似合わない人が明らかに変わってくるので、このあたりを理解しながら皆さんもですねアイテムを見ていただきたいなと思いますし、あとは様々なファッションチャンネルでユニクロ U のレビューをやってるかなと思うんですが、皆さんに意識してもらいたいのは発信者の方の年代だとか、あとはファッションのテイストが自分と合うかどうかですね。ここを基準にどのチャンネルが合うのかを見極めてもらうと失敗がないのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロ U が似合う人と似合わない人の違いとはというテーマで、新しく iPad を使って図解をしながら皆さんに解説をさせていただきました。ぜひですね動画を見ていただいた皆さん、ご感想ですとか、あとは実際に買おうと思っているもの、コメント欄にどしどしと書き込んでいただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてなるべく分かりやすくですねメンズファッションについて図解をしながら解説をしていきたいなというふうに思っています。またこちらのチャンネルとは別にですね YouTube のメンバーシップチャンネルというものを僕は持っていまして、こちらではまさに中級者向けの内容をガンガン解説していますし、あとは週に1回ですねライブ配信なんかもやっていまして、皆さんからのご質問にどんどんお答えしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。